第2ミナマタ病とは日本の化学工業会社である昭和電工の廃液による水銀汚染の食物連鎖で起きた抗害病である。そして1965年に確認された4大抗害病の一つである。熊本県のミナマタ病と同様の症状が確認されたためにこの名がある。新潟県阿賀の川下流域で患者が発生したことから新潟ミナマタ病や アガノガー有機水銀中毒とも呼ばれる。四大郊外では最も発生は遅かったが、訴訟は最も早く提起された。その後、未認定患者による第二次訴訟、2004年の水俣病、関西訴訟最高裁判決を受けて2007年に提起された第三次訴訟と、現在も主なものだけで3つの裁判が起こされている。 鹿ノセ工場周辺原因物質であるメチル水銀を阿賀野川に排出したのは新潟県東貫原郡鹿ノセ町に位置していた昭和電工鹿ノセ工場であった。鹿ノセ工場はもともと昭和恐慌の影響により電力会社が余剰電力を抱えていたこともあり、東京電力の前身の一つである東京電灯、東新電機及び鈴木商店の共同出資により、 阿賀野川第一発電所の発電全量を買い取る契約で昭和肥料化の瀬工場として九百二十九年に創業を開始したカーバイドから肥料用の石灰窒素を生産する工場である。さらに九百三十六年には昭和肥料化の瀬工場に隣接して昭和合成化学が設立され昭和肥料からカーバイドの供給を受けてアセチレンアセトアルデヒドを経て 作産や、その誘導品を合成する工場が創業を開始した。カーバイドの用途はもともと肥料用が主たるもので、有機合成用は一部を占めるのみであった。しかし、石灰窒素肥料は、価格が安く企業収益への寄与が限られることと、第二次世界大戦後の消費水準の向上に伴って有機合成用の原料としてのカーバイドの価値が高まったことで、 有機合成原料としての利用が増加していくようになった。カノセ工場においても、1959年に石灰窒素の製造を廃止し、以後作産誘導品の生産量を増加させていくことになった。この間、1957年に昭和合成化学は昭和電工に吸収合併された。しかし、電気化学方式による有機合成化学工業は、 第二次世界大戦後に発達した石油化学方式にコスト面で打ち勝つことが難しく昭和30年代には国策として大規模な石油化を推し進めることになった昭和電工においても日本ガス化学工業及び山岳オーシャンと共同で徳山石油化学を設立しエチレンを直接参加してアセトアルデヒドを生産する工場を 山口県徳山市に開設して1965年から本格稼働させた。これにより、カノセ工場でのアセートアルデヒド生産は終了した。第2ミナマタ病が初めて発見されたのは1965年1月であったので、結果的に発見された時には原因となるアセートアルデヒドの生産とそれに伴うメチル水銀の放出は終了していたことになる。メチル水銀は アセチレンに水を加えて、アセトアルデヒドを得る際に、触媒として使用する、硫酸、第二水銀が変化して複製されるものであった。カノセ工場で、有機合成用のアセトアルデヒド生産を中心と、するようになってから1965年に閉鎖となるまで、アセトアルデヒドの生産量を急激に増加させ、閉鎖前の3年間には、月産平均1500トンに達していた。 排水中に含まれるメチル水銀は生産されるアセトアルデヒド1トンにつき2グラムから20グラム程度でアセトアルデヒド日産50トンで創業している時1日に100グラムから1キログラム程度のメチル水銀がアガノ川に放流されることになった。放出されたメチル水銀は大量の川の水で希釈されたが生物濃縮により川魚に高い濃度のメチル水銀が溜まっていくことになった。 このメチル水銀濃度の高い川を漁獲して食べた人が有機水銀中毒の症状を起こすことになった。患者は下流部に多かったが、これはもともと川口付近に漁獲量が多く、市場に出荷できなかった魚を自家用に大量消費していたことが一因で、また熊本の水俣病では患者に男女差があまりなかったのに対して、 新潟ではそこ生成の濁いを酒魚として男性が愛好したことから大人の男性に集中して患者が発生するという特徴があった。被害者の多くは阿賀野川下流の新潟市帰宅商品東区津島屋地域に多く見られた。原因物質を排出した昭和電工可能性工場はその後昭和電工の関連会社である新潟昭和が セメント製品を作る工場として創業している。患者が起こした損害賠償請求訴訟において昭和電工側は原因は新潟地震によって川に流出した農薬と主張していた。1964年に発生した新潟地震により水銀農薬を保管していた新潟港不当倉庫が浸水する被害を受け、その時農薬が流出したのではないかと疑われた。 しかし当時、新潟県当局は被災した農薬の全量を把握しており、いずれも安全に処理されていたことを確認している。また、農薬として使用されていた水銀は、ほとんどがフェニル水銀であり、水銀中毒の原因物質となったメチル水銀ではない。また、農薬説は第一次訴訟までに被害を訴えていた患者が、下流域にしかいなかったことを根拠としていたが、 その後、より上流の地域にも患者が発生していたことが明らかになり、全くその主張の根拠を失った。死亡患者の遺族の一人の法廷証言に、少女はもだえ、苦しみ、犬のように、猛獣のように狂い死にましたとある。第二水俣病は、熊本水俣病に対しての政府の責任回避とも言うべき対応によって引き起こされたと言える。政府は、 熊本水俣病が発生した時点で原因の究明を怠り、窒素水俣工場と同様の生産を行っていた昭和電工可能性工場の操業停止という措置をしなかったからである。熊本水俣病に対して的確な対応をしていたならば、新潟水俣病は避けられたはずであると言われる。また、昭和電工は証拠隠滅のため合の悪い資料をすべて破棄したと、 見られ、事件の全容解明は、ほぼ不可能と見られる。国は、熊本の水俣病と同様、患者の認定基準に厳格さを貫き続けている。新潟県は、国の基準では認定されない患者も救済する、方向で、条例制定を目指している。ありがとうございます。